マクシモフの自画像、ワシーリー・マクシモビチ・マクシモフは、ロシアの画家で、移動派の重鎮の一人、ノーバヤ・ラードが近郊のロピノ村に、農民の家庭に生まれる。早くに孤児となったため、遺婚制作店に勤めるうちに、初めて絵画を覚える。1863年に、ペテルブルク帝国美術アカデミーに入学し、 イワン・クラムスコイの前例に倣って、クレストノフ・ェフが創設した芸術家組合に1864年に参加する。1864年に制作した会が辞める子供によってアカデミーから金メダルを授与される。3年間でアカデミーの全過程を終了すると、1865年にアカデミーの卒業試験に参加することを辞退した。 本人の弁によると、確かに自分は、国外で勉強することが必要であり、選抜試験の褒美の一つが留学だったのだが、それでもむしろロシアの村を調べたいと思ったのだという。美術アカデミーを卒業すると、トベリ県の守備の村に移り住み、これにシェフクトゥーゾフ大校の絵画教師を務めて、生計を立てながら、農村生活を描いた。巡回展覧会に出品された絵画、 おばあさんの物語税が受賞し、パベルトレチャコフによって購入された。1872年に移動派に入会して、間もなく最も著名で、勢力的な同人の一人となった。イリア・レーピンは、マクシモフを表して、移動派の土台となる、決して打ち砕かれることのない石と述べた。マクシモフの作品は、農村生活を描いたものが多い。晩年の20年間に、 写実主義絵画は流行遅れとなっていたが、それでもなおマクシモフは買い手がつかないような農村風景ばかりを描いていた。すっかり困窮して病心となりペテルブルクに没した。ありがとうございます。